とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も縛りプレイでやっていきたいと思います。今日の縛りプレイは、エンチャント禁止です。エンチャントはしちゃダメっていうことでやっていきましょう。まあ、いけるんじゃないかな。エンチャントなしだったら。まあ、確かに、火力はね、結構減るので、厳しくはなるのかなとは思うんだけども、まあ初期装備で行くやつよりはマシなのかな、うん、なんかそういう風に思いますけどね。とりあえずチャレンジしてみましょう。あー全然ダメなとこ。はいはい、やっぱ1回はもう何回やっても多いね。ここの多さにはなれないな。よし、 OKオッケー。でももうおしまいですね。一体がほんと今回とにかく多いんだよね。よし、おお食べ物めちゃ出たきた。ちょっと待って、あぶねえ。あぶねえ。よし、オッケー、一回クリアでーす。まあエンチャント欄を見なくていいから、それはそれで楽ではあるかな。まあ装備はいつも通りでいっていいか。うん、あ、まあまあたまにはちょっと変えても面白そうではありますね。うん、ちょっと違う感じでいってもいいかもしんない。へい、ここもちょっと敵がねめんどくさいんだよね。 OK、 おい多いな。やっぱり今シーズン結構敵が多い場所がある。んで影はやっぱ入れとかないとね。うん、影を入れとかないとやっぱり若干きつくなると思う。あっ、あーやっぱ無理か。そうだった、3発だった。ここはまあでも大丈夫です。オッケー、よし終わりですね。3回クリアで何もいらないね。あとあれだね、商人使っちゃダメとかそういう縛りも、いけるかもしれない。商人使っちゃダメはきついか。いや、そうでもない、なんか若干きつそうな気はするんだけど、いけなくはなさそうね。おっしゃ、ちょっと待ってよ。よし、おついでに倒してくれたか、ラッキー。やっぱ序盤が今回結構ね、あ、いた。いた、敵が多いよね。終わり、はい、4回クリア。次でドーラ、ちょっと待って、あ、ミスったか。まあ、いいか、倒しとけ。よし、 OK、危な、よし、これちょっと罠でやりましょうね。終わり、あ、まだか。はい、5回終了。次いらんかな。あー、エンチャントポイントはどしどしたまるね。まあまあそうね、使わないならば装備はガシガシ変えていってもいいね。ポイント関係ないから、ちょっと使いたいって思ったやつは変えていっても良さそう。しゃしゃ、いいね。なんか下に行ってない？大丈夫？
なんか下に行ってるやつが、危ない。こういうやつがいると危ないんだ。んで、そろそろなんか装備出るよね。うん、どんどん取っていっていいんだ。行きまーす。うん、我慢せずに。どうせ次でね、変えるんだけども、装備取っとけば、楽だから。オッケー。いいよ。あ、結構溜まるね。ソウルは。もう大、おお。あ、罠でやられたか、あいつは。んで、これでしょ。弓なんかもね、ちょろちょろ変えていってもいいかもしれない。コグクロスボウは、まあ出るには出るんだけども、その前に何か変えてても面白そう。海の中だからね、ハーフィンとかすごい使いやすいし、なんかそういうのを装備していってもいいよね。 OK。うん、これ、エンチャなし、意外と楽かも。え、おしまい。耐久面がきつくなるか？はい、コグ。耐久面が、そうね、雪玉が入ってないっていうことで、そこはちょっときついかもしれない。でも、まあ、大丈夫でしょ？でも雪玉意外とね、あれ重要だもんね。雪玉意外とあれ重要ポストだもんな。よし。オッケー。硬っ。よし。もうちょい。ここも意外と敵多いから嫌いなんですよね。よっしゃー。で、商人プレ、まあプレートアーマーはつけていかないとね、耐久力がね、なくなるんで、プレートアーマーはつけていきましょう。で、金細工、あー、そっかそっか、エンチャ入れられないんだ。何がついた？お、吸血1、悪くないよ。吸血1悪くない。ここもまあまあ、うん、一気にいけるでしょう。いくぞ。お、いけたじゃん。余裕です。もう慣れたもんだね。どんどん行きまーす。さすがにもう20周ぐらいはやってるからね。慣れてます。OK。これ初見でエンチャ禁止とかだったら面白いよ。いや、難しいか。初見はさすがに難しい。初見でこの縛りをつけると結構きついね。危ない。思いっきり下ってる。12回クリア。次、最終的の武器をちょっと変えようかな。なんか、あー、ガントレット。いや、でも、エンチャントなしでそれするのは怖い。うん、このガントレットが締め具になるかっていうのを確かめてほしいっていうコメントがあったんですよね。うん、締め具になったら面白そうだけど。でも、エンチャントは確か微妙だった気はする。オッケー。いくぞ。いいね。いい倒しっぷり。はい。もう雪玉なくても全然、いけてる。はい。
しろエンチャントつけてない方がなんだろう、よし、緊張感があっていいのかもしれないね。よっしゃー、で上に1体いておしまいかな。よし13回クリア。次エンチャポイントがもう関係ないんで、もうこういうのも変えていこう。変えなくてもいいけど意味ないからね。よし、オッケー、意味ないの。よし、オッケー。よし、ここのねロイヤルガードめんどくさいもんね。あ、そうか、吸血入ってるから回復すんのか。なんかやたら耐久力高いなと思ったら、そうだ、吸血だ、吸血、まあ1だけども若干ないと回復していってんだ。んーで、ここはもちろん、おー、いいね、いいよ。ちょっとソウルが足りなくなってきそうだね。ちょっとソウルを極力貯めていきたい。ああ、よし、ああ、もうオッケー。行け、楽勝だね。全く問題ないよ。終わり？いや、どこいる？そっちか。変なとこ入らないで。15回クリア。次いらんか。うん、ソウルそんないっぱいないし、このアーティファクトでベストでしょう。あ、もう食らっちゃったわ。よし、オッケー。よし、あ、ここはあれだね、雪玉が役に立ってたんだな。玉が良かったんだよこれ。あっ、ね、ちょっと待てって。いいね、いい場所。よし、いいんじゃない。終わり、あと1、2体かで、矢は313本、悪くないね。こんだけあれば十分でしょう。まだ終わりか。もう嘘、意外といた。はい、16回終了。次、この装備ならね、俺キノコいらんかなと思うんだよね。虚無剣、いや、やめとこう。あんまり得意じゃないから、あの武器あんまり得意じゃないですね。なので得意なこっちの方でいきます。いいね、矢が結構出る。もちろん乱射には変えていきます。乱射をは、いや、ない、無理か。うん、ハープになればね、めちゃくちゃ強いんだけども、多分次のユニーク職人の先だよね、乱射が出るのって。よし、はい、終わり。じゃあ行きまーす。いいんじゃない。よし、
これ、うん、吸血だわ。吸血にすごい助けられてるんだ。吸血ですっげー回復してる。うん、じゃなかったら結構きつかったかもね。いりません。ナイス、いいの出てくれる。よし、今回運は良さそうね。よっしゃ、カバンでもいいの出てきてくれてるし、運はいい。ナイス。よし、もうあと1体終わり。18で、で、商人か。あ、あーでも、エンチャントがこっちの方は微妙なんだ。次取るパワー113のやつがいいやつなんだね。うんうん、ならばもうここは防具を上げよう。間違いない、防具でね、フルメタルにしたら火力も上がるし。これ速攻倒せそうね。いや、エンチャント重要か、どうだろう。重要かも。いきまーす。ちょっと OK、 一気にいけないかな。2ターンキルいければ楽なんですけどね。いけそうな気もする。 OK、 来た。これ来るよ。はいはいはい、こっちで。よっしゃ、 OK。 あー、ダメか、いかんかった。いや、押し切れるかなと思いきや全然押し、おーい、なんか変な動きしてる。はい、まあとにかく倒しました。エルダーガーディアン踏み出すとちょっとめんどくさいな、変な動きするからね。いりません。次ソウルがまあ半分ってところか。でもそんなに使えないな。でもここはね、一回使いたいのよね。おー、ナイス、間に合うか。これである程度敵のど真ん中に行ってぶちかましたいのよね。オッケー、あっねえ、よし、あっねえ、あぶねえ、あぶねえ、あーし、いいんじゃない。オッケー、21回クリア。行きましょう。何もいらんかな。うん、このまんま行きます。やっぱエンチャがないと火力がね、若干微妙になるよね。うん、まあ大元の火力はね、そんなに変わんないけど、補助的な部分がだいぶ変わってくる。いりませんね。
ッケーオッケーオッケー、これ下に落ちてくれればラッキー。よし、意外ともう火力がなくなってくるんだよねこの辺って。だから弓でガシガシいきたいんだけども、弓の火力もそんなにない弓火力もなくなってんのよね。でもね、今回は本当にね、あれだよ、よし、吸血が黄金でついてきてくれたから、それにだいぶ助けられてる。おう、あれがあるから火だめが結構減ってるもんね。おしまいかな。はい、23回おしまい。エンチャポイントが35ポイントはだいぶ溜まってるな。よし、オッケー。おー、もう矢は使い放題だけども、矢の攻撃力よりも、ちょいちょいちょい、こっちを早めに倒そう。おいって、パワーポーションが出てきてくれてない。よし、こっち。あっ、もうこれ2回食らうところじゃん。よし、ちょっと待って、嫌なやつがいるね。よっしゃ、おっぶね、影の武竜に助けられた。危な、いやーもう火力がない、火力ねえな。ちょっと、あーもう最悪だ、落ちやすい。あーもう、そうそうそう、回避 100% になるのよ。よし、もう嫌だなここ本当に、すっごい嫌な場所。よいしょ、終わらせよう。よし、もうすごい嫌なステージだった。いりません、いい。ここは問題ないでしょう、大丈夫ね。いや、火力がもうねえわ、武器火力がもうない。バカ野郎、なんてことないところで攻撃しちゃダメよ。よし、うん、なんとかいけてる感じだけど、ここはちょっと厳しいか。あー、パワーポーションが出てきてくれない。あっぶね、よし、オッケー、あとはこっち。よっしゃ、うまっ、ほんにゃろ、ほんとに25回おしまい。あ、いや、危ねえ危ねえ危ねえ、武器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 持ってけ、何しようとしてんの、危ねえ、あー危なく積むとこだった。よし、いいんじゃない、よっしゃ、
こ。オッケー。もうちょい。この次の回が確かめんどくせえよね。おいし。でももう少しでクリアですね。よし。あと上だけ。あっぶね。マグマキューブの火力を舐めてた。こいつすごい火力あるもんね。んで、乱射。あー、そうか、エンチャント入れちゃダメ入れちゃダメだ。エンチャしようとしてた、危ない。取り直しになるとこだった。よし、しゃあ。おお、超か。次か、出るのは。よし、オッケー、分かってる。あんま前に出すぎるとここ危なそうね。大丈夫か。よし、おーい、あぶねー、危なかった。よし、危ない危ない。やっぱこういう時、影の武竜すごい役に立つね。影の断片か。危な、やられたかと思った。終わり。そのまま行きます。28。うん、これがノーマルステージラストですね。頑張りましょう。カバン使いたいけども、ここで使うとバグって下に落ちちゃうことがあったんだよな。おいって、危ねえ危ねえ危ねえ。よし、あっな、意外ときついな、あっねえ。よし、ナイス。あぶねえあぶねえ。よっしゃ、待って、パン、ありがたい。行くぞ。ちょっと待って、影貸しとこう。うん、でドラ使って一気に倒しましょうか。しゃあ、オッケー、終わり。何もいらないかな。ドラ、うんうんうん、いいね。んで、もういつも通りこれあげちゃえ。いいじゃないですか。ナイス。いいね、ちょっと一撃で仕留めたい。よし、行くぞ。あー、一撃じゃなかった。エンダーマンが若干残ったぞ。はい、それでは、今日は縛りプレイクリアできました。エンチャント入れちゃダメっていうことで、エンチャントを一度も入れずに、行きましたね。意外と楽でしたけども、途中ね、ちょっと耐久力とか攻撃力が足らない場面があったけども、まあなんとかなる感じでしたね。はい、では報酬を見て終わります。なんだこれあー、オーバーチャージ3はね、いいやつにはいいんだけど、
こっちが1回、こっちが3であれ。まあ、使わんけどね。あ、珍しいのついたね。邪悪な村人特攻って珍しい。はい、まあ、これ取っときます。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。